磯山さやかの瞬間茨城。夏休み、黄門様、今日は何をするんですか？今日はな、工場見学じゃ。ああ、流行ってますもんね。まず、茨城が生産量日本一を誇るビールを作っている工場を見に行くとするか。こちらがビールの主原料の麦芽とホップです。へえ、これが主原料ですか。ホップを割ると黄色の粒が入っていて、ビールの苦みや香りの元になるんですよ。へえ、なるほど。どうじゃ、ためになるじゃろ。この工場では仕込みやろ過などの工程を見学できての、見学後はビールの試飲もできるんじゃ。出来たては格別なんでしょうね。続いては大洗町で明太子の工場見学じゃ。黄門様、明太子がいっぱい並んでますよ。ここでは下ごしらえから漬け込みの様子など見学可能での。もちろん見学後には試食のお楽しみもあるぞ。いただきます。黄門様、工場見学って美味しいですね。それを言うなら楽しいじゃろ。他にも楽しい工場があるからいろいろ回ってみるがよい。はい。茨城、茨城で楽しむ工場見学。ミルクやビール、納豆など大人から子どもまで楽しめる工場が20以上。見学の後は試食試飲も。工場ならではの美味しさを堪能してみてください。この夏工場見学してみませんか？